こんばんは。ここで二股に分かることある。嫌わないね。ダメだよ。今日はこの二人なんだから。せーの。こんばんは。やっほー。やっほー。なんかさ、ゆめいな久しぶりじゃない？え、だいぶだよ。え、てか二人で出たことある？あるあるある。あれ？え、もう記憶ないんだけど。あります？そうですよね。うわ、めっちゃ久しぶり。あることはあるよ。あるよ、ある。ある。え、まず一年ぶりとかじゃない？絶対。そうだと思う。めっちゃ久しぶりだと思う。やばい。こんばんは。そんな二人でお届けしますね。はい、お届けします。ということで、改めて私たち、アップアップガールズ、カッコカリーでーす。ね、戦場、ほら、二人で出るじゃん。うん。5人じゃん、うちら。そうだね。結構偏るんだよね。偏るね。メナはユリカといも。あー、でもユリカ出てない、めっちゃ。ユリカは出てるね。ユリカって出演率高くない？うん。多い。そうだよね。そのイメージあると思う、みんなも。ね、え、誰が多い？イメージ？ペア？え、ユリカなんだよ、だから。うわユリカは。ユリカ住んでる、うん、ここ住んでるかもしれないで。来るんじゃない？で、これから来るかも。うん、そう、でも私ね、実は3回連続なの。うん、ね。大丈夫、私さ、好きだからさ、ショールームに見つまるのが。うんうんうん、だって、なんか、あの3回連続なんだよね。ありがとうございますそう、めちゃくちゃ好きだから。しかもこの前、あのドルバナ見せたし。そうなのよ。結構、ショールーム。そう、ショールームさん大好き。うん、次。飲ませるなよ。違う、なんで好きかそれで終わっちゃったからもう。なんで好きかっていうと、うん、あのここにはあの数々の推しメンが来てるから、同じ空気を吸えるっていうことはとても幸せなことなんですよ。大好き。ただのオタクでした。ショールーム大好き。ありがとうございます。楽しいよね、でも。そう、なんか3回連続です。メイナ久しぶりじゃないでも。メイナ久しぶりです。メイナは、4回ぶりか、3回ぶりかだと思うの。2週に1回かね、だいぶ久しぶりになっちゃうんだよね。そうなのよ。全員で出て以来とかじゃない？もしかして。そんなことない。いつ？カラオケの時？ここでカラオケしたのが最後かもしれない。やばいね。だいぶ前。だいぶ前だよね。だいぶ前ですわ。で、まあそんな偏りもありつつもね、うん、毎回楽しくさせていただいてます。見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。え、今日はいかがお過ごしでしたかって書いてあるんだけどさ、うん、いや今日はねずっと一緒にいましたよね、うん、ずっと一緒にいました、ね、本当に。今日リハーサルもうこの人のせいであの私たちこの人のもうこの人のせいで本当に脳みそがいつパンクするいつ破裂するか分かんないんですよ。今多分私の脳みそパカってこう皆さんに見ていただいたらパンパンもうキャパオーバーですから。いやすいませんね。なんでかちょっと言ってよ。いやなんでかと言いますと、実は明日青柳夢の誕生日の生誕ライブが下北沢ろくでもない夜さんにて行われます。いや素敵よ。イエイ。おめでとう。ちょっとね遅くなっちゃったけどね。そう、でも生誕イベントって素晴らしいんだけどさ。ありがとうございます。いてねえねえ、この人本当に無謀なんです。いやあのね楽しいんですよ。別にリハーサルというかその曲をやることとかね、うん、ゆめちゃんの誕生日をお祝いするのは呼んでもらえて嬉しいんだけど、うん、何あの生徒にねリハ回数知ってますか皆さん。今日の、あ、今日のじゃない、明日のためのリハ回数もともと2回しかなかったんですよ、うん、でも私たちがもう無理すぎるって言って1回増やしてもらって今日なんです、うんうん、だから計3回。そう、でもはるかは最初の30分しかいなかった。そう、今日は最初30分だけで学校行きました。じゃあ行ってきますって言っちゃったからね学校。だからもうほんとそれぐらいすごいんだけど、うん、あのもう瀬取りがほんとにもう何言ったってネタバレになっちゃうから本当に明日来てというか明日のもしね来れない方は配信で見てっていう感じなんだけど、ちなみにあの明日のチケットがもうあの残りあと 2,3 枚そう本当に片手で数えられるぐらいらしくて、そうだからあの多分当日券考えてるってなるともしかしたらマジで見切れ席っていうのなんか奥からここを見ることしかできない可能性があるから、なるべく早めにゲットしておいていただけるとすごくあのいいかなと思うんですけど、まだ今日ならね事前のその前売り券間に合いますので、はい、しあのこんなにあのこんなに頑張ってるのでなるべく、いやそうなんだよね、見れる方は見てほしいという気持ちが、もったいないよ多分見に来なかったら後悔すると思う。すごいですからまさか3回のリハでできるようなライブじゃないんだからでも本当にできるか分かってないよ今まで。分かんないです。今のままだったらできないですでも一番何が目的って、うん、珍しいライブをすることじゃなくて夢がお祝いされることだから、いやメナが見どころなのは、うん、果たして、うん、あのソロやりたくないソロ歌いたくないって言ってるこの青柳夢氏が
まあ、もう4年目ですから、うん、もうちょっとで5年目になりますから、やめてやめて、うん、ソロさすがにやってくれるんじゃないのって期待してるんですけど、どうですかね。どうでしょうね、まだ言いません。うわ本当にどう期待してるって言った方がいいよ。いやもしもなかったら今から考えるかもしれないから無理だよ、やれやれってみんな言ってお願い、いっぱいコメントしてくださいっていうの、そんな感じでね。そうそう、今日はだからリハしてライブして今ここにいるんですよ。そうなんですよ、ありがとうございます皆さん、ありがとうございますね。本当に対バンもね楽しかったね、うん、楽しかった。初めての人がね、あの正解ですね、丸作ってって言ったらさ、そうここら辺でいたね、いたね、丸作ってなんか柵がある、なんか柵のここでこうやってひどいそれ丸なん可愛かったね。しかもめな、あのどうしてもさ、うん、あのこう丸作ってスクワットしてほしくてさ、うん、懇願しちゃったもん。あ、ね、すいませんちょっとお願い次の曲いけないんでお願いします、ね、みんなやってくれないと時間オーバーしちゃって怒られちゃうからとか言ってでもそしたらみんなやってくれてあったかいなって、しかったね、改めてアイドルっていいなって思いますね、こういうところから、ね、そうなんですよ、その1日でした、ね、楽しい一日本当に明日楽しもうね、すいませんすいませんそうだよ、本当にいい一日でした。はい、ええということで番組でお祝いしてなかったのでイベント前日に青柳夢さんにショールームさんから誕生日プレゼントです。いいの、いいの、初めて4年目にして、いつもさあのユリカよくあるんだよね。そうユリカばっかり毎年お祝いしてもらって、でも夢ないんだよねここら辺ね、夢ないんだよね、なかなか、うわ私の時期ないんです。ハッピーバースデートゥーユー、そうだそんな簡単にもらえるやつじゃないんだこれ、やばい、そんな簡単にもらえないやつ、ね、そうだよ、私前回ゆりかと出て、あの私も誕生日近いからって言ってゆりかと選び合ったんだけど、うん、片方はすごくて片方はあのほんとごめんなさい、あのしょぼめのいや嬉しいですけど、どっちだ、持っていいんじゃない、重さとかあるよ、確かに、え待って重量えぐいね、重い重い、こちらはえなんかどっちも重いんだけど、なんかどっちも重い、なんかさね、ちょっとさ、うん、冷たないちょっとわかる、こっちは冷たくないの、ほら絶対冷たいよこれ、冷たいってどういうこと何入ってるの、わかんない、えで私前ユリカが一番ちっちゃいのやなんて成功してるの見たんだよ、確かにそうだった、そうだった、天城府だった、いや怖い怖い怖い、天城府が冷たいわけない、冷たくない、冷やさない、天城府はえこれ目の見ていいですか、やめてやめて、いいですか、やめて、やめて、いやだ、これって新鮮うまいから、あれするから、メナはポーカーフェイスするから、すごいね、よくできるね、怖いよ、はいはい、ニヤニヤしてたの、なんかニヤニヤしてた、はい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 、なんかこっちが重い、こっちの方が重いんだよ、うんうんうん、なんでなんで、これどっちやった方がいいの、メイラ見たことないくらいポーカーフェイス、見たことないくらいポーカーフェイス、うん、ちょ重さ一緒なん、ちょっと両手で持とう、うん、比べて、え同じなのマジで、こっちの方が若干軽い、どうしよう、でも私こういう時ね欲張りだから、うん、でかい方でいく、はい、決めた、欲張り決めた、決めました、いいの冷たい方じゃなくてちょっと冷たい、 なんで冷たいのか分かんないんだもんな、どういうこと、冷やさないといけないものってこと、冷やさないといけないって何、まあでも欲張りだもんね、そう欲張りだからでかい方でいきます、いいでしょう、なんか動いた、それでは開けていいですか、どうぞ、オープンおい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 だから重いんだ、おめでとう、三掛けに大事だね、そう大事です、ね、喉のはいたまった方がいいですから、明日ありますからライブ、そうですよ、そのためにもね、いや素敵な箱にそれ重いわけちょっとこっちも開けてみてよ、こちらは回収された、秘密ですか、秘密ですか、あメナだけ見れちゃった、ちょっと後で冷たかったり、まさか天城府冷やしてたのかいいかねない、全然あるからショルムさんいいかねない、そうだよ全然ありますから、いやいいです、惑わすために冷やしてました、後で一粒ちょうだい大好きこれめっちゃ美味しい、結構しましょう、ありがとうありがとうございます、おめでとう、お祝いしていただいて、本当の誕生日はいつですか、10月26日です、はい、2週間前でも当日ねライブあったからね、そうリリースイベント、そこの後も話すんだけど、うん、長々とね結構投稿してしまったんで す、ね、そうですね、今日はゆめちゃんがこんなね袖にね食べ物袖にも見てください、ちょっとアップにしてください、ここ見えますか皆さん、いいこれ
はい、見えますね。これです、これ。しかもこれ、ゆりかに去年の誕生日にもらった服。ごめん、ゆりか。見てるか。見ないで、ゆりか。気づかなかった。いい。さっき食べたあれだね。カルボナーラ。カルボナーラ。そんなね、おどじゆめちゃんが今日の MC です。お願いします。お願いします。じゃあ、ちょっと遅くなっちゃったけど。はい。タイトルコールいきましょうか。はい。せーの。アパートガールズカッコカリの成長カッコカリー、イエーイ、お願いします。ということで、さあショールームの参加方法をめいちゃんお願いします。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前の方に上にね出てきますので、皆さんぜひいっぱいいっぱいアピールしてください。見てますよ私たち。そして番組に参加するには無料のアカウント登録が必要となります。登録がまだの皆さんはぜひ登録してください。よろしくお願いします。ここで現在のランキングを確認していきましょう。鳴らさくなっちゃう。あのさ、今日ずっと鳴らしてるんですよ、このチーンを。ほらずっとやって。しかも画面に見えてない。見えてないからただ鳴ってる。チーンも。よし。はい。それでは第3位、マルルタン、ありがとう。そして第2位、ヤマちゃん、ありがとう。そして第1位が、コバさんでーす。ありがとう、コバさん。こちらはですね、あの、1位になった方に私たちから、というか、あの、選んだメンバーから、お礼を伝えられるので、浴衣の皆さん、たくさんアピールしてください。あの、本当にコメント欄もめちゃくちゃ見ていますので、ね、一緒に参加してください。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、アップアップガールズかっこり、公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、ヤッホー。各週火曜日21時から、今日は22時からですけれども、はい、ショールームで生配信中でございますので、ぜひ生でもご参加くださいね。参加してね。待ってるよ。ということで、最近のアップ画をここで振り返っていきたいと思いますが、はい、いっぱいあったね。いろいろあった。あ、みんな数えたんよ。え、今日、あの、成長カッコカリに参加するから、きっとこの話になると思ったから、うん、偉い、数えたの。偉い。そしたら、10月は私たち、うん、計25ライブしたらしい。25ライブ31日間、はい、あのもちろんその1日に3公演とかあったりしたから、うんうんうん、それも数えてます。あ、ライブ数で言ったらなんだけど、うんうんうん、あ、でもライブ数で数えなくても19日はライブしててライブ日数があって、でライブ数で言ったら25日25回ライブしてます、うん、やばい、ほぼ毎日。予定で言うと11月は19ライブします、うんうん、でまだ追加されると思うので、あの多分20は超えるという、この本当に、しかもだって9月も21ライブしてて、8月は18か17ライブとかだから、すんごいライブをたくさんさせていただけてる最近でございます。すごいよね、本当に。だから今回はさ、うん、リリーベをさせてもらってたんだよね。そう、毎日本当にね、平日もやってましたね。そう、私たちあの10月の23日日に ファースト EP アゲインをリリースさせていただいたんですけど、うん、そのリリースイベントがバーってあったんですよね、うん、ねえ。そうで、一回ねポチョッとあの、うん、ここでリリース週間は終了ってなったんですけど、うん、まだまだワクワクが残ってるというのは後で皆さんにお伝えしたいんだけど、皆さんにお伝えするためのあのカンペ置いてきました。さっきからずっと思ったんだ。あれ、じゃあゆめちゃんちょっと振り返って。ゆめちゃん、はい、見て、あそこ、はい、ゆめちゃんあそこ見るんだよ。はい、はい、見てください。こんにちは、青柳。アップお願いします。青柳ソロカメラでお願いします。青柳ソロカメラでお願いしますなんでだよ。そう、あの、まず振り返るとね、10月のこれ一人でやるのやだな早っ何回目って話だよ、戦場かっこかり。もう私たち相当やらせていただいてるのに、ね、よし、ちゃんと持ってきました。後で、ね、初めて初めて。そう、まず10月の30と31日に ABC アイドルがありましたね。いや、 ABC アイドルもいっぱいやらせていただいてる ね。でもこの時ハロウィンスペシャルだったんだよ。だから私たち、あの、ハロウィンスペシャルパーリーピープエリア、ハロウィンバージョンをね、すごい披露させていただいたりとか、あと、うん、あの、ファンのみんなから、ファンのみんなにお菓子を配り、そのお菓子を回収するという暴挙に出ました。ライブ中ですよ、これ。ライブ中の話です。ライブ中の話。そう、あの、ね、最初にめっちゃ投げたの、チョコ、ね。投げた。うちらもハロウィン仕様、かわいいチョコを。投げ、いたずらされたくないからね。そうそうそう、先にお菓子あげて先に投げといた上でトリックアートリートって言ってカゴ持って本当に回収しに行く。そうです。で、あの、その中に
みんなからお菓子も入ってたんだけど、うん、すごいのが、うん、もうレジ袋のまま、そうそう、なんか帰ってきた隅田遥ちゃんがガサ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 え、買い物行ってきたみたいな、本当に本当買い物したお母さん並みのお菓子をみんなからもらって、そうそうそう、みんなで本当にワキワキしてお家持って帰って食べたんだよね。本当にみんなで食べました。あの本当にありがとうありがとうございます。すごかったよね、みんな。しかもなんかその誰が回収に行くかさ、わかんないからきっと、うん、あすごい、あのメイナちゃん A って書いてあるお菓子入ってたりとかして、うん、メイナがさニコニコしちゃったのさ、うん、マネさん A があるっていうちゃんと、あ、もう社会人経験されてる皆様なんでちゃんとあのね、すべてのマネさんをいたわれるタイプ、ね、しかも前日から聞かれてたらしいよ、お菓子何好きですかあ、じゃがりこですって言ったらじゃがりこ入ってたからいや、すごいよ。私ちょうど本当そのライブの数日前に、うん、あのドルバナで好きなお菓子ランキングを発表してたのかも、してたね。だからそのランキングに入って全部入ってた、パイの実、タケノコの里プリンっていう3つ全部入ってた。しかもなんかあの、うん、何、秋限定特別味みたいなのちゃんと入って、そうそうそう、見たことない味の芋みたいな、いや、タケノコの里も入ってたし、それで私みんなでね、本当に分けて、うん、お家持って帰ったんですけど、取り合ったもんね。ね、なんかゆめちゃんすごかったよ。ね、なんか私がもらう暇なくないんだけど。そう、このお菓子欲しかったのにもないんだけど。あげるあげる。あげるよ。こうやって、うん、本当にお家持って帰って、うん、あの本当名前はね、本当あのパイの実のこの一つの袋、二個入って袋ここにゆめみえって書いてあるやつがあって、それもね全部また持って帰って家にお菓子ボックスがあって、あ、一緒。そう、そこに入れといたの。うん、そしたらさ、あの何にも知らない弟がさ、ガサって取り出して。なんか呪いの呪いやめて、呪いのお菓子入ってる別に呪ってねえよ誰も、まあ、ハロウィンだからワンチャンね、ワンチャン呪いがね、なんか紫で書いてある怖いお菓子入ってるって弟に言われてあ、ごめんごめん、それは私が責任持って食べますみんな呪われてますからいやでもメナはさ、あのお菓子ボックスあるのよ同じく、うんうん、でそこにみんなからもらったお菓子をボンって入れてたらさ、うん、あの3日後ぐらいに急にお菓子食べたくなって、うん、あ、うん、もらったお菓子あると思ってさ、うん、お菓子ボックスみたいなさ1個もないの、あの量のお菓子1個もないでも未だにあのメナが一番食べたかったポップっていうあの、うん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 、飴があるんだけど、あれだけは本当にそれだけは食べたいって言ってて、律儀、うんうん、にそれだけ2本残ってるまだもう2本、もうだって10本ぐらいもらったんだけど、だ、ね、だ2本だけど舐めながら買ってたもんね、うん、大好きポップ大好き。いや、みんなに本当にあのお菓子をいっぱいもらいました。いや、こんなの初めて。あのヤムはね、あのお菓子とかをね、そう、受け取れないんですよ。ダメなの。でもこの日だけはちゃんとマネージャーさんのチェックは入りますけど、あのいいよってなってたんで、年に1回だけのね、お祭りでしたね。だから、ね、ハロウィーンをね、楽しみにみんな来てくれた、みんな、ね、楽しかったね。ありがとうございます。すいません、楽しみにしてくれてたのかな。お菓子あげる側だけど、みんなだって告知も何もしてなかったからねびっくりだったろうね。そうだから、みんなそんなにくれると思ってなかったら、うん、ビニール袋に帰ってきたやつ。だって1日目より2日目の方が圧倒的に多かったもんね。なんか気づいたんだろうね。カゴがこんなちっちゃかったね、入らないのよみんな。うん、本当にありがとう。ありがとうございます。来たかったって言ってる方もいたね。ぜひまたこういうイベントがあったら、ね、ぜひ遊びに来てください、ね、ABC アイドルもねいっぱいやりますから。そうそうそう、これからも ABC アイドルは好き勝手できるライブ。え、本当にそう、別名で好き勝手できるライブなんで。あ、そうですそうです、 ABC アイドルかっこ好き勝手できるライブそうそうそう、これからも好き勝手やらせていただきたいと思います。なんか風の噂によると ABC アイドルのヘッダーのところに NEXT 12月1日って書いてあったし。やば、ね、え、マジ。だからまたすぐ近くにエビシャイドルあるみたいなので楽しみ、よろしくお願いします。次はどんな好き勝手しようかなお待ちしてます。待ってます、ね、その他にも台湾とかいっぱいあったけど、うん、なんか印象に残ってるやつある？うわ、私はオールナイト。あ、メナも今思い浮かんだから。オールナイト楽しかったよねオールナイトライブすごかったよね。毎回すごいもんね、オールナイトライブね。楽しかったな。メナは、うん、もうほんと直近の思い出が一番濃いからさ、うんうん、やっぱ山梨遠征よかった、楽しかったなって。なんかしかもこう来てくれたファミリーも結構一丸となって一緒にライブ作ってくれた感じがすごいあって、なんか優先、なんかそのエリアがね、うん、あったのよ。あった、前に。アイドルさんごとに、あの、その、買える前方チケットみたいなやつが多分あって、うんうんうん、そこにね、だから本人しかいない空間ができてて、うん、対バンなのに。そう。すんごい団結力だったね。そうなの。で、あの、後ろから、うん、あんまりこうガツガツ動くじゃないファミリーが撮ってるっていうね。うん、そう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 。うちの通りじゃないよ。ファミリーを撮ってるの。そうそうそう。すごかったね、あれね。うん、楽しかった。ね、でもなんかちゃんとそのファミリーを見て、周りのあの、うんうんうん、なんていうのか、あの、いつめ、いつめ、はじめましての方とかも楽しんでくれてて、なんかいいね。楽しかったね。幸せくん。
私お土産に買ったなんだっけ信玄餅プリン、うん、今日食べた。あ、どうだった？超美味しい。やばいよ、信玄餅プリン初めて食べたけど、うん、めっちゃうまい。美味しいな。おすすめです。めなはあの、うん、ほうとうを食べさせていただいて、美味しすぎて、あのほうとうのあのキットみたいな、ほうとうキットみたいな、うん、買ってたね。3種類買っちゃいました、うん、3種類、はい、多いな。いのも食べ比べようと思っていいね、ちゃんと堪能してます。満喫してますね。楽しかったね。楽しかった。渡したいな。よろしくお願いします。ね、で、あとあの生誕の話はまた後ですよ、うん、かな、うん、さっき散々大攻めされてね誕生日なの。そう、でも本当にこのライブに関して本当言えるのは、私が毎年メンバーをヒーヒー言わせてるんですけど、今年が一番ヒーヒー言わせてる。マジヒーヒーよヒーヒーもヒーヒーしかもそのリリーブ期間があったから準備期間が短いかったんですよね。でこれでも私はだいぶ削りました。やりたすごかったよね。だってもともと何時間のライブしようとしてたんだっけ。3時間おい尺何分だと思ってんだよ1時間半でやっとなんだからみんな帰らなくなっちゃうんだ。世の中のアイドルさんは1時間ちょっとでライブを収めるっていう常識を知らないもんだから、うん、3時間ぐらいいけるだろうと思って、うん、知らないもんだから。あんた何年目?4 年目、はい、そうですよね。知ってますよね。そう、それをそのまま山本さんに送りつけて、うん、あのその曲数は無理だから削ってくださいって言われてそれはそうだってさ、私たちのグループ LINE があるんですけど、そこでも、うんうん、まず最初結構無謀セットリコンと送られてきて、うん、みんなが「えまるまるはちょっとこれはさちょっとこれじゃない？みんなちょっとね、ちょっとでも私の誕生日だからそう、あの、うん、夢の誕生日だからやりたいことはやりたいんだけ ど、ちょっと無理かもみたいな、ね、あの優しいみんなからの遠慮がちなの無理が言われましてそうで、だいぶ削って。でも、うん、でもまだちょっと無理って、うん、結構無理結構脳みそポンポンポンすいません、よろしくお願いします。でもそれがやっぱ楽しいわ、うんうん、なんかそのなんていうの、脳はきついのかもしれないけど、うん、ライブをすることは楽しいし、うん、こういうゆめちゃんが無謀なことをしてるから、うん、だからこそできてる曲もあるんですよそう、ね、無謀だからさ、うん、無謀じゃないと無理だよやんないのよ普通だったら見れないのよこの期間で。すごいんだからもう、だから見てください明日お願い。本当にあのアプガの歴史にね刻まれるライブになると思いますよ。物理的にね、メナの思い出にも刻まれたよ、うん、そうだね。だからやろうとねでもちゃんと私は言ってたんで、去年から、うん、あの来年は全曲やったことない曲ライブするから覚悟しててねって言ったんだけど、それは秒速で山本さんに却下さ、うん、だからまさかここでリリーベをね入れていただけると思ってないからね。そうそうそう、だからそのリリーベが決まった直後に、うん、その山本さんから連絡来て、うん、あ、ということなので全曲やったことないは無理ですっていう連絡が先に来ました。ちゃんと説明してもらって、そうということなのでね、うん、で、あなたの生誕の日時はということでちょっと遅くなりました、うん、ということなので全曲も無理ですというのも踏まえて考えてくださいって言われたはい、気使われとるやん。ちゃんと1年前から言ってるからね、うん、そこはねちゃんと気使ってくれた。確かに確かに、うん、そうなんだけど、うん、無理でしたので、あの来年も思いっきりヒヒ言わせたいと思います。え夢年取んなくていいよ。もう取ったって。取んなくていいよ。年取んなくていい。そんな感じになっておりますので、みんなのヒーヒー、ヒーヒー分のね、そう、あのちゃんとあの元をね、取らなきゃいけないので。だから、うちらがもしかしたらその時間がないからさ、うん、もしかしたらね、いや、頑張るけど、うん、歌詞間違えちゃうかもしれないじゃん。うんうん、このためにみんな声出して。書き消してお願い。みんながもうだからあれなんか不安そうな顔してるって思ったら、うん、おいおいってお願いしますそれから夢おめでとう。そう、てかセトリだから予想簡単だと思う。私が好きな曲を やるんだもん。そうね、私が好きな曲リストアップすればそれがセトリだよ。確かに。そう、まあ数曲もびっくり。いや、びっくりだよ多分、うん、まさかあれがあるとは思ってないよ。私は多分3曲目2曲目3曲目かな。うん、3曲目だ。3曲目、3曲目が一番びっくりしてると思う。え、あれだよね。うん、うん、そうそうそう。ああ、だよね、だよね。それで伝わんねん。いや、うちらが急ピッチで入れてるからもうこれでわかるんだよ。いや、絶対楽しいですね。どんなあの間違いがあっても、こいつ青柳にあのしごかれたんだな、あの青柳のせいだったんだなって思っていいよ。まあでも、それなりにちゃんと頑張りますけどね。それはね、頑張るんですけど、うん、でもちょっとその感じをね、うん、あのみんなもなんとなくさせてくださいよろしくお願いします、はい、ここに止めておいて大きい声と、はいはい、
もうそうね、大きい声でよろしくお願いします。ゆめちゃんお願いしましょう。熱気でそんなの分かんないぐらいにしてください。あ、曇らせようか湯気で湯気ででも本当に楽しいと思います、ね、めちゃめちゃ楽しんでください。よろしくお願いします。それがゆめちゃんの瀬取りです。イエイ。ということで、はい、今後のお知らせを改めてしますので、エンディングまでぜひ見ててください。よろしくお願いしま す, お願いします。ということで今日のコーナーいきましょうか。はいはい、本日のコーナーは、はい、じゃあめいちゃんお願いします。二人がかりの嘘です。二人がかり、二人がかりになっちゃう。二人がかりだよね。二人がかりじゃないか。やっつけに行く。もう一回お願いします。いきます。二人がかりの20分。よく言えました。二人がかりでね、なんかやっつけに行っちゃうような気がしてましたが、はい、二人がたり、はい、二人がたりでございます。そう、最近ね、そうジャストダンスしたりとかカラオケしたりとかしてた企画が続いてたので、今日はじっくりのトーク企画になります。嬉しい。ここにね、ボックスにテーマが入っております。このテーマについて二人でトークしていきたいと思います。だってうちらさ、めっちゃおしゃべりな二人だもんね。そうだね、特に多分あの語り明かした回数で言ったら、うん、だいぶあるんじゃない。多分あの早口選手権、文字数選手権優勝うん、無駄な話選手権、長話選手権、はいはいごめんね、続けて永遠に喋れますねこれ、はい、そうということで、あのここでしか聞けないテーマとトークテーマ、まさにね、まさにねね、ぜひ皆さんもたくさん聞きたいことコメントしてください。はい、そうみんなも一緒に一緒にあのお話ししましょう。ということでね、じゃあ聞きますか。じゃあ聞いて、いいの目だから、聞いて聞いてますね。じゃじゃーん、はい、じゅっとうわ、じゃん、今100万円あったら何に使う？100万円か。みんなは何に使いますか？この間私さ、誰かとさ、宝くじ当たったのって話したんだよね。あのさ、うん、あのさ、うん、なんだっけ、もしかして1兆円当てるってあれだよね。それだよね。うちらじゃね、全部うちらじゃん。ずっと話してるわ。この間なんか、あの、結構そのタワーマンションが立ち並ぶ。有明でしょ？有明でね。タワーマンションが立ち並ぶところで、帰り道にね、いや、私将来の夢、不労所得ゲットなんだよね。だからなんかタワマンの最上階全部買い占めて人に貸すとか言い出したら、私はタワマンを買い占めて、うん、そのあの一番いい部屋に自分が住んで後貸して不労所得で生きるって言ってるから、宝くじ当たったらって言って、ね、だから私はその夢は否定するつもりないんだけど、いくら当てるつもりなの、もしかして1兆円当てようと思ってるっていうね、話になったんです。数億じゃ無理だよっていう、そう話なんですよね。しかも最上階なんてなったらさ、ね、それだけでね、でも一部屋でヒーヒーですよ多分それなの。100万じゃ無理だね。そう、どうする100万、やばい、スケールでかい話先にしちゃった、どうしよう。本当に、しかもまあうちらでね。100万だって。100万か、100万でマンション買えないですか？無理無理か。なんかあのボロ一軒家とかなら買えるかも。いやでもちょっと中古のみたいな、どうせならちょっと不労所得で行きたいから、うん、それもちょっと後に回して100万ね。メナ絶対に決めてるのは、うん、あの大金を手に入れたら半分は家族にあげるっていうの、うん、絶対に決めてるの。えこれ偉いのかもしれないけど、うん、もうこれは絶対に決めてるから、それは言うわ。偉い、偽善って言われてもいいよ、家族にあげたいの。この間真逆の話をやとしたんだけどさ、あの宝くじ私買ってんの実は、ちょくちょく。定額購入してんの。定額購入なんてあんの、すごいね。うん、そうね、してて、うん、でしてるんだって話を親にしたら、あんた高額当選しても絶対ママたちに言わないでって言われ、なんでえ、なんかあのママたち欲しくなっちゃうから、 あんただけのお金に使ってほしいから、高額当選したら言わないでって言われて、でも多分私おしゃべりだから言っちゃうと、言っちゃうね絶対。ママって、そう、当てちゃった絶対言うから、ごめん絶対言うわって言ったんだけど、うん、無逆の話でもってあげないよとも言った。あ、ね、自分で使うよって、ね、そうそうそう。ゆめちゃんはおつかつに使うんじゃないの。でも100万でしょ、なんかそのいきなりここに100万が現れるってわけじゃん。ってことだよ、ね、そしたらなんかちょっとでかいことに使いたいじゃん、もったいないから。ドドンと使いたくなるよね。そう、もったいないから。え、何に使うかな、ね、でもあの、うん、本当お高津って言われてるのに振りを回収するようで申し訳ないけど、うん、CD バカクソ買って、あの抽選でしか参加できない私の好きなね、あのコラボさんっていうグループに、あのめちゃくちゃ大量に応募しないと多分当たんない、あのツーショット撮影会っていうのがあるんですよ。なんか何分間か好きなだけ写真撮り放題、うん、こっちでもあの通称も撮れるし、
ソロショットも、そういうこと？そう、一眼レフでもスマホでも撮り放題。え、すごいね。めっちゃ神入れじゃん。神だね。でもそれ本当にめっちゃ CD 多分買わないと当たんないのよ。そうなんだ。それにぶっ込むかもしれない。それも今見てるみんなには全く利益のない話になっちゃったけどね。全部夢っぽ。そう、そこにぶち込むかもしれん。か、もうだから、うん、貯めて、もう細々としたものを我慢しない人生を送る。一緒かも、メナも、うん、もう、てか欲望のままに生きるかも。うんうんうん。そうそう、なんかちょっとしたなんか毎日、ちょっといい、うん、タピオカ飲むとか。わかるわかる。だから今、普通はさ、うん、あ、まあ、ここでマッサージ行くのお金もったいないかとかさ、この牛カツ我慢だなみたいなあるじゃん。そうそうそう、なんか。それをやめる。そう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 、なんかちょっとお金もったいないから美容室た取り留めて安い方にしたとかをやめる。この服来月買おう。もうやめる。今買う？大丈夫、でもなんかせこい人間。違う。うちはね、なんか貧乏人間みたいになってるけどね。違うんですよ。こうやって計画的に生きてるってわけですわ。そう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 。うん、割と一致しちゃったね。ね。まあでもそん現実だよ。まあ、だから本当に100万欲しいよ。うん、欲しい欲しい。100万欲しい。現実見ちゃったよね。欲しいです。はい、ください。こんな終わり方。さすがにハロウィンでもう100万はくれないよ。いや、言ってたんだよね、そう。あ、その人とその、バケツで何かくださいって言ったら、誰かお金入れる人、うん、お財布入れてくれてるんじゃないかって言ってね、したら、律儀に中身だけ抜いて返そうねって言って。そう入れてたんだけど。なんだよね、みたいなね。いなかったね。そうね。お財布はいなかったかっていう。みんな、ちゃんと真面目にお菓子くれました。うん、嬉しいよ。ある意味ね、真面目です。うん、ありがとうございます。でも今これはね、つまり、伏線ということで、また来年も楽しみにしてます。ありえない、これ。でやめてお願いだから、ここだけは切り抜かないでお願い。もう YouTube に残っちゃうからやめて冗談お宅に100名100万円財布入れてたやつってクソだからとか言ってないの、女たち。次の話題行きましょうか。はい、じゃあ私引きますね。はい、で最近の超個人的近況報告。え、これちょっと私あるかも。あまりに個人的すぎて言ってないんだけどさ、うん、言うまでもないぐらいの。そうそう、うち弟がいるんですけど、うんうんうん、私高校3年生で、うん、今年受験生だったんですよ。ほう、受験生だったんですよ。待って、受かりました、弟。おめでとう弟。おめでとう。嘘。そう、そう、え、そうなんですよ。しかもお姉ちゃんとめっちゃ同じ系統の大学弟お姉ちゃんと同じ道歩み始めてから、そろそろアイドルになっちゃうかもしれないんですけど。え、そこ、え、絶対練習写真とかだよ。映像系でしょ絶対に。そう、なんでそこ弟が、そう、受験なんか早いじゃんまだ、うん、今なんか、ね、推薦ぐらいの時期だよ、うんうん、私も推薦で受かっちゃったりとか、そうそうそう、受かっちゃったんだけど、うん、で弟もだから仲向けれんじゃん、そうすると同じ学校、うん、でも第一志望がはっきりしてたから、もうとりあえず受けて、うん、とりあえず受けて落ちたらまた次、うん、みたいな感じで考えてて、うん、一発目で受かっちゃった、うん、しかもさ、すごいスケジュールが詰まってる時にさ、うん、ゆめちゃんがさ、弟のその受験のお手伝いを してあげたいみたいな感じでさ、そうそうそう、割とほぼ寝ないでお手伝いしたみたいな時あったよね。そうなの、弟のなんか小論文みたいなやつ一緒に書いてあげて、うん、書いてはないけど、うん、そう見てあげてとかやってて、うん、そうでも家族総出で応援してたからさ、そうだよね。そう、もうだからなんか普通に平日の 昼間ぐらいに合格発表があったらしくて、インターネットで見れるの。そう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 、やっぱそうだよね。そうで、帰ってくるなりママと弟が死ぬほどニヤニヤしてるから、やだかわいい、うん、え、もしかして受かったのって言って、おめでとうって言って全力でハグしに行って、弟に全力で避けられて、プロレスラーみたいな、プロレス攻防がね、弟とプロレスしました。超個人的な締めが弟とプロレスしました。絶対受かったことでしょ、言うなら。そうなのでね、弟のキャンパスライフがね、いいものになるように決まったんですね。そうなんですよ、だから弟ここから卒業する、高校卒業するまでめっちゃ暇なんだよね。一番暇じゃん。そうじゃん。しかもさ、受験生終わった時1月ぐらいに学校あるよ。そうなの。一番遊び時で、この間ママと、てか昨日、一昨日ぐらいにママと二人でディズニーランド行ってた。うわ、いいなぁ。エンジョイですね。もうさすが頑張ったからここまで。そうそうそう、もう頑張ったから好きなことしてって、毎日ゲームしても誰も怒らない。ほんとだね。今ぐらいだから、学校始まったら、そうそうそう、大変だからね。今いっぱい遊んでください、弟くん。超個人的近況報告です。おめでとう。素敵。メナは、うん、メナは、すっごく久しぶりに、この前、うん、いとこたちが集結しまして。おー！だから、いいことだ。そう、
こちらの今日あの姉妹と、うんうんうん、いとこたちが集結したので、うん、もうみんな顔が似てるっていうみんなこの顔みたいな親戚だからね。そうそうそう、見せたっけ。え、見てない。まだ見せてない、うん、そうゆりかとかに見せたんだけど、うんうん、後で見せるね。見たい見たい。そう、もう本当に、うん、あのあ血がある血ですねっていう血ですねという感じで、親戚一同が揃っていろんな話をしたんだけど、うん、もうなんかやっぱり性格とかも似てるんだよね。性格似てんの。そう、なんだか、なんかあの長女 の, あのいとこ側の長女の子もメナみたいなの、うん、本当に元気で明るくて、うん、めっちゃ気遣いするタイプで、うん、でなんかたまにちょっとこうシュンってなって、シュンっていうかなんか疲れた顔してるメナみたいじゃない自己分析完璧でしょ。そう、そんな感じのタイプだったり、うん、真ん中の子ちょっと不思議で、うんうんうん、でなんか人見知りなんだけど懐いたらめっちゃ懐く。真ん中の子そうなのよ。一番下の子はそうそう、うん、一番下の子は猫ちゃん、一番下の子はちょっときなんていうの、あの生き上手というか、うん、なんかあの上手なんですよ、いろいろと。それお互いそうだったみたいな感じで、三兄弟っていうか、そうそう、相手さん、ね、相手さんこっちさんなのすごい、ね、だからそうなんですよ。だからすごくて、だからなんか顔も似てれば性格も似てて、うん、多分親が兄弟ってわけだからさ、うん、そうやって育てられてるところに育てられてるからな、うん、やっぱ似てしまうのかもしれないなと思ったし、しかもそのいとこたちが私たちのことめっちゃ見ててくれて、リリーブとかも来てくれてるんだよ。すごい。だから似た顔の子供いたら家族かもしれませんね。でもそうじゃないかもしれないから、うん、あんまり気にせずね、楽しんでほしいんですけど、うん、そうそういう感じで見てくれてるから、もしかして今も見てるかも、うん、いつもありがとう。しかもね、あの、うん、みんな、うん、あの小3、中3、高3で受験期なんです。大変。そう、ママやばいね、ママやばい感じなの。めっちゃ超個人的近況報告になりましたね。そんな感じですかね。すでもさ、数字言ったらさ、うん、リリーブ結構さ、メンバーのさ、うん、ご家族様さ、あったね、集結したことあった。全員あったんじゃないかな全員あった。全員のお母様とかと会ったかもしれない。あった。そう、でもそれこそ私もね、あのいとこがめっちゃ多分見ててくれてて、うん、嬉しい。その配信あるじゃん、うん、だからそれで見てくれてて、うん、そういうことか、 YouTube。 そうそうそう、で連絡先持ってないのよ。なんかいつも親経由で連絡するから。なんで、うん、まあそういうこともあるかもね。そうあの時交換したわ。そう、持ってなくて、あのインスタグラムの DM で、うん、あのファンの人からの DM って見れるんですよ、うん、あの返せないんだけど、うん、その返せない DM で名乗って、あのフルネーム本名で誰です、リリーブ見ました、ゆめちゃん可愛かったよって毎回 DM してくれる。いとこだよね。LINE できないから DM で親経由とかで直接言ってくれればいいのに、毎回 DM してくれる。 LINE ちょうだいでいいのにね。そうそうそう、 DM してくれるんだ。全然さ、連絡先交換するのに毎回さ、研究 DM でさ、でしかもそのなんかインスタ の、 あの、うん、ストーリーとか上げた時にハート押せるじゃん、毎回押してくれる。めっちゃ好き、嬉しい。ありがとうございます。かわいいね。何歳ぐらいなの？全然年、あの、親世代。え？そうなんだ。そうそう、嬉しい。めっちゃ嬉しいよね。嬉しい。いつかね、ライブ見に来てくれたらいいね。そう、それこそ、あの、うち、あの、いとこがみんな東北なんですよ。ああ。東北でライブしたら多分、みんな来てくれるんじゃないかな。私も公演したいよ。ね、いつかしたいな。よろしくお願いします。私も、あの、東北に結構集結してたりするので。うんうん、いやいつかね、東北の方でライブしたいね。したいね。したいね、頑張ろうね。お願いします。ラストぐらいかな。ラスト。じゃあ一緒に弾こうか。一緒にどうやってしょ。はい、出て。はい、じゃあこれね。これ。せーの。むずいむずい。なんで。はい。じゃんじゃん。うわ、なんだ、一緒に弾いてこれ、すごいね。今のアップがに必要なことは重っ。重っ。やばい。ポポッと。みんなはどう思ってますか？これみんなのも知りたいな。みんなは何が必要だと思う？今のアプリに必要なこと？めっちゃ真面目なさ、うん、これだけ。めっちゃ真面目なんですけど、うん、でもどうなんだろうか。いや、わかりました。はい。なんでしょう？裏方の人で。本当に物理的に必要な。いや、そうです、あのマジで必要だなと思って。で、あのマネージャー業とかね、興味ある方周りにいらっしゃったら、いつでもやむエンターテイメント募集しております。スタッフってそういうことです、本当に。結構マネージャーさんのね、業務がいっぱいあるからね。いや、でも私ね、マネージャーさんのね、あの苦
苦労を、ね、見てるからね。そうもうさ、あのいっぱい増えてるんですよ、うん、いっぱい入ってくださって嬉しいなって感じだけど、ユリカおるし、ユリカ本当だけやりすぎてくさそうやろ、うん、だからそうなんよ。だからちょっともうあと 3,4 人ね、あの増えてくださったら、そうだね、そうもっとね、ま、もうねいいよねっていうのがあるから、でも本当にね大変なんですよ、本当に多分やることがさ多いんです、うん、それこそほらあの告知とか、うん、そういうのも、うん、もう全部だから大変そうなんですけど、私たちもサポートできることはしたいけど、うん、でもそれでも私たちにもやらなきゃいけないことがあるとかなるともどかしくて、よかったね、あの紹介できるマネージャーさん、そうもしご興味のある方いらっしゃるヤムエンターテイメントのホームページに、はい、求人あるんで、はい、ありますね、ぜひよろしくお願いします、はい、全然あの怖くないですよ山田さんもあんななんかあの鬼将軍だっけ、なんだっけ鬼教官とか言われてましたけど、すごくあの優しいですか、うんうん、優しいですね、ちゃんと指導してくれますか、大丈夫、私たちも味方ですからねっていう、なんかあの本気の本気の募集よろしくお願いします、はい、まあ、誰が見てるか分かりませんから、ね、うん、そうですね、そうですよ、ヤムはいいとこですよ、うん、おたかつもさせてくれますしね本当すごいよね、素晴らしいよ、ゆめちゃんは。今のアプリに必要なことでしょむずないこれ、むずいよ、むずい、だからまだリアルなことしか言えなかった必要なことアプガニでしょ、うん、なんだろうね、あ、何もう一個思いついちゃった、うん、何知名度いや、それはそうだよ、それはそうなんですよ、誰でもそう、今のアプガニとかじゃないか、アイドルとして必要なことだった、それはそう、だから私もあの、うん、今多分思ってたのがあの、うん、そんな感じのこと、あの、うんうん、私が今のアプガニ必要だと思うのは、うん、時間あー、もうだろうあの、ね、てか今のアプガニっていうか私が欲しい、あの、うん、今も、うん、あの時間ないわけじゃないんだけど、そのありがたいことにいろいろね、あのライブもね21回、うん、25? 先月は25回やらせていただいたりとかすると、それに付随するさリハーサルとかがあって、うん、本当はもっとやりたいことがあるんですよ、そうです、そう本当はもっと知名度を上げるためにやりたいことがいっぱいあるのに、でもやろうと思ってるのに、そのどうしても時間なくて途中で終わっちゃうことがいっぱいあるから、で多分それは私だけじゃなくてみんなそうだから、21日が48時間あったらもっと有名だとできたことがあったよねっていうね、確かにね、だからあのつまり私たちは必死に売れたいということ、そうそうそうもう全力で私たちの良さに気づいてほしいし、うん、もっと広めていきたいよね、この輪をね、うん、ライブ楽しいんだよって、うちだっていいんだぜっていうのを広めていけるように、そうリハの時間ももっと増やしたいしね、そうなんだよね、もっと極めたいところもいっぱいあるんだよ、だけど今できる私たちの全力を届けるのがきっと仕事だと思うから、みんなには全力で楽しんでもらえるように、はい、頑張ります、頑張ります、終了終了ありがとうございました以上2人語りの20分でした、イエーイ楽しい、あと1時間できる、できる、全然できる、余裕でできる、2時間できるできるできるということで早いですがエンディングでございます、はい、今日もたくさんコメントやアイテムでのご参加ありがとうございました、ありがとうございました、ということでじゃあみーちゃん現在のランキングをご確認ください、はい、ランキングランキングどうなってるかな、出ました、第3位山ちゃんさんありがとうございます、で第2位がカンパチさんありがとう、そして第1位がコバさんでーす、ありがとう、コバさんにはあの指定のメンバー2人とかでもいいし、あのどっちかとかでもいいんですけど、お礼コメントをお届けいたしますので、あのメンバーの指定あったらコメントしてください、もしも指定なかったらどうしようかな、じゃあくじ引きしまーす。くじ引きします。くじ引きします。なんか行こうって。くじ引きします。5秒待ちますね。5秒少ないな。5秒待ちますね。見てるかな。5、4、3、2、1。絶対コメントしてるけど時差だって、ね。あ、でも見よう見よう。ここに今の時差があるから。うん、5、4、3、2回くでもきっとコバさん見てくれてると思うんだよね、見てくれてると思うよ、そうなんだよね、
結局待つっていうね。そう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 。てか今思ったけどさ、うん、さっきのさ、あのうちらに、うちらに必要なもの、うん、あの裏方の人員って言った時間って言ったじゃん、うん、でも、うん、マネージャーさんたちにも多分足りないものは時間じゃん。結局だからやっぱ1日が48時間になったら全部解決すると思う、うん、ありえないこと言わないから。ちょっとでも現実的なこと言ってくれないと解決できないでしょ。そうは思わない。あ、来ました、ありがとう小葉さん。2人から届けるとどうしようね。じゃあ、うん、じゃあ分かった、コッパさん、むずむず、ありがとう、どっちかどっちラブにしよう、okay、むずむず、覚えられない、こから、コッパさん、ありがとう、二人これが、ありがとう、ラブ、全部見えてるの、しししこうだよ、こうだよ、頑張ろう、コッパさん、うん、ありがとう、ラブ、くちゃくちゃ、ねえ。ということで、コバさんありがとうございます。本当に。いや、あのね、時間ではなく仕事ができるマネージャーでは違う、ノン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 。あのね、あのマネージャーさんたち、本当に仕事的なんですよ。そう。あの、本当なのこれ。でも、そんな仕事的なマネージャーさんでも余裕がなくなるぐらい時間がないの。もうこれってすごいだから。そう言いながら。だから、人員を増やそうって。そうです。時間は増やせないね。私たちは人員を増やすとかそういうあれはできないから、うん。そうそう、メンバーだからね。そう。うちらはその中でもサポートできることはするし、自分にやることはやる。そう。なんで、増えてもらう。増えてもらわないと。できることならうちらが二人になりたい。そう。分身できればね、一番いいんだけど、それも不可能ですから。ゆみちゃん、ずっと不可能なこと言ってますから。はい、ということで、告知ですかね。はい。ね、はい、お願いしてもいいですか。はい、アップ係から告知をさせてください。はい、ちょっとあの明日の告知は一番最後にするのちょっと待っててくださいね。ありがとうございます。ということでじゃじゃん。こっちかな。11月14日復活アゲインリリーベー下北沢ろくでもない夜にて行わせていただきます。19時からかな、行わせていただきますのでぜひお越しください。ちょろっと聞いたんだけど特典会の内容すごかったから。いや、そうよね。本当に。え、もうこれ、いや、すごい。それ私だったら無限にお金使っちゃうから。さっきの100万円。みんなも欲しいですね。っていうぐらい本当に素敵な特典会をさせていただきますので、うん、ぜひ予定空いている方はお仕事終わりでもお待ちしております。楽しみにしていてください。続いて11月16日ニキちゃんアップ係合同リリーベがララポート東京ベイの階段広場にて行われます。ありがとうございます。すごくない？合同だって。いやでもあるかなと思ってた。思ってたんだ。だってあのうちらのリリビ週間が終わったと思ったら、うん、ニキさんが始まるわけだから、そうきっと合同でやれるかなってちょっとワクワクしてたんですけど、できるということで11月16日ララポート東京ベイでお待ちしております。そして同じく11月の16日にパピプペポは難しいさんのツアーに私たち参加させていただきます。やったー。あのツーマンという形では初めてご一緒する、ね、パピプペポは難しいさ、確かに難しい、パピプペポということで、あの私たちもまだ仲良くはまだ慣れてないかなって思うので、うん、よかったらファンの皆さんともあの一緒に仲良くなれたらなって思っております。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。そして11月の17日にスパフェス2024に Spotify オーレストで出演させていただきます。去年も同じさせていただきましたよね。そうなんです。去年はあのメナが、メナの生写真をみんなが買い集める、買わせるって、そう投票権につながるっていう。今回はあのアップアップガイズ過去プロレスのしのちゃん、鈴木しのちゃんが代表で出演しているので、ね、楽しみ。名前かもな。よくね、よくねじゃない、でよく、ん？ぜひねだ。ぜひあのファミリーの皆様もしのちゃんのあの写真いっぱいゲットして、あのぜひプロレスさんに投票よろしくお願いします。やっぱチームアップガが盛り上がると一緒に彼も盛り上がりられるっていう相乗効果、ね、ありがたいですよね。本当に上がって素晴らしい。だから私たちが盛り上がればアップルが全体盛り上がるんだから、いっぱい頑張っていきたいと思いますので、ね、ぜひスパフェスよろしくお願いします。なんかめっちゃもスパさんのさ出てなかった。あ、え、いいの言って、ありがとうございます。あの現在スパさんのあのマイスパというもの、美女検索というものにグラビアで出演させていただいておりまして、あの月額99円という破格の月額を払うと私のグラビアもインタビューもなんと動画も見れるようになって、え、
今日公開になったの。そう、動画も見れちゃいますので、よかったら皆さんたくさん、もう、かじりついてください。よろしくお願いします。画面にこう、ガブガブとかじりついていただいて、いっぱい見てくださると嬉しいなって思います。スパさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ライブも頑張ります。頑張ります。そして、同じく、11月の17日に、ミキちゃんアップがかりボードリリーブが、タワレコ渋谷店にて行われます。2回目。やったやった。よろしくお願いします。そして、まだありますよ。じゃじゃん。11月23日。まず最初、順番でいきますね。11月、あ、嘘です。ごめんなさい。ニキちゃん&アップ係合同リリーブは、汐留潮サイトの地下歩道にて行われます。このリリーブ会場は、私たちアップ係も、行わせていただいた場所なので、すごい開けた場所で、めっちゃ楽しかったよね。そうなのよ。すごいスクワットさせた。すごいスクワットさせた会場なんですけど。突然外国人観光客の集団が通りかかってくださったりとかして。拙い英語で、ハローハロー。We are アイドルとか言ってやらせていただいた会場です、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。で次の日11月の24日にはまず最初、ガーデン新木場ファクトリーにて高木アイドルフェスティバル2024に参加させていただきます。ちょっと朝早めなんですけど、朝からみんなのハートも体もボーボー燃えさせていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。そしてその後は原宿に移動します。アップ係友達100組できるかな、アット原宿ルイド。そしてこれがね、2公演させていただきます。さっきね、情報出ましたね。はい、今日の18時に解禁になったこちらでございますけれども、本当に豪華。私念願の日曜掛け算でライブができるの。ね、もうもちろん他の出演者さんも、もっと仲良くなりたいなって方とか、初めましての方とかもいらっしゃるから、台湾で見かけてて、うわーかっこいいって思ってた方がいらっしゃったりとか、めっちゃ楽しみなんですけど、日曜掛けさんとはずっと話してたんだよね。そう、ずっといつかライブしたい、一緒にライブしたい、やっとかなったので、ぜひ原宿ルイド、すごく素敵なライブ会場で、めっちゃね、なんていうの、距離も近いし、超熱い、熱くなれる会場なので、うんうん、ぜひ皆さんいっぱい遊びに来てください。よろしくお願いします。一緒に友達になりましょう。そして、11月の30には、アイドルウェルビーイングフェスに出演させていただきます。ルミネゼロです。こちらはですね、次捨てさんが主催されているアイドルフェスなんですけど、すごいね、心と体の勉強も学べたり、アイドルとはみたいなものを勉強できたりするんじゃないかなって思う。なんだかこう、ちょっと普通のフェスとは違う感じになっておりますので、うん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 、トークの方にね、ゆりかとせいなが参加するのも発表されておりますので、ぜひ遊びに来てください。そして12月、じゃん！12月1日にはレインボーライドの2割をやっと来ました、お台場でーす。これやばいよ、設置ありがとう、ありがとう。そう、これはね、今年のティフにてですね、さやちゃんがなんと自転車のイベントチャリンコバトル、チャリンコバトルで優勝しまして、私たち出演権を獲得したんですけど、ファンの皆様からもね、これ参加するよっていう話すごい聞かせていただいてるので、みんなと一緒にチャリ漕げるの楽しみにしてます、ライブもあるんだよね、確か。そうだよ、チャリ漕いでライブもするから体力めっちゃつけなきゃね。そのためにほら11月もライブいっぱい来とこう。そうだね。そしたら体力つくと思うんで。そうそう、一緒に体力作りしましょう。はい、よろしくお願いします。そして12月の7日にはマスカレードアイドルボリューム11に参加させていただきます。大好きな会場神田スクエアホールにてやらせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。盛りだくさんですね。そして明日は何があるんですか。皆さんわかりますよね。散々話しました、こちらです。きめちゃんじゃん。はい、明日は青柳夢生誕イベントがあります。イエーイ、生誕イベントでーす。気持ちのろくでもない夜さんにて19時からです。なんで横か、こうか、こうか、これですね、SNS 選考もごめんなさい、もう終わってるんですけ ど、今日の23時59分まで事前にチケット、前売りチケットをご購入いただけますので、もうあと 2,3 枚で、もう本当にね、やばい、本当に3枚、やばいですね。今日の配信見てちょっとこれはいかうな、あかんみたいな、みんな思ったよ。みんな思ったよ、ほんまに。そう、なんか私の生誕イベントだからさ、ちょっと紫着てないと申し訳ないからとか、そういうの大丈夫なんで。むしろ全然カラー着てな。そういうことをすると、私以外の4人が悲し、
こんなに頑張ったのにって多分なるからってぐらい私あの自分より他のメンバーを頑張らせるスタイルでやらせてもらってて、やらせてもらってるのね、うん、頑張るわ。今日ねリハでね、あ今年もみんなの方が頑張ってるって言ってゆりかとめいらにあのかぶりつかれ、二人がかり、そうだよ二人がかりかぶりつかれましたけれども、はい、そう、そんな感じになっておりますのでね、あのぜひぜひ単独ライブだと思って来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします、うん、でもゆめちゃんの設定イベントだからもちろん紫来ててもな、あの本当に文句言わないんで全然あのこの日を楽しむと思って来てください。よろしくお願いします。あ、こちらあれです、配信もありますよ。そうツイキャス見て配信も行わせていただきますので、なかなか来れないよでも見たいよって方チャンスチャンスでございます。ちなみにだけど多分、うん、来た人もやばい意味わからなかった、もう一回見ようって思ってみんな買うと思いますえ、マジでみんなが買ってくれるも買ってくれるほど明日やっぱ残るからと思って気合いなんで、うん、ぜひ買ってください本当によろしくお願いします。頑張ります。もう本当やりたいこと詰め込みましたので、うん、ぜひぜひ今日の夜もいっぱい頑張るからね本当だよね、もう寝れないよね、うん、今日でも一緒に頑張るもんね結局だからね、こんなに、ね、ごめんごめん言ってるけどつまり自分も苦しいんだからね、本当にね、自分の首自分で締めるタイプ ねでメンバーも一緒に締まってね自分の首も人も巻き込んで夢だなって感じ、夢のイベントですわ。すいません、ね、楽しみましょう。グッズも出てたね。そう、かわいい。いや、とんでもなくない？じゃ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 、あ、そうじゃん、ちょっと見てよこれ、見てよ私これ。アップにしてほしいです。1ヶ月間ぐらいずっとここに入れてたんです、このグッズのサンプルのね。ほら見て、キラキラのステッカーね、かわいすぎるじゃんこれ。私の好きな女子ゲームの、女子アニメゲームのアイプリっていうやつのカードっぽいぽいデザインにしてくださいっていう、あのクッソアバウトな注文にそのヤムのスタッフさんが答えてくださって完璧に、うん、だからこうやって仕事が増えたすいません仕事当たり前のね、あの注文ですからね。そう、こんなキラキラのねステッカー作っていただきました。超かわいい。これをね1ヶ月前から実はずっとつけてたんですけど誰にも気づかれませんでした気づいてても触れないヤムのお宅仕事機、ぜひこれもねあのご購入いただきます明日。ぜひぜひみんながいっぱいグッズ買ってくれると忙しいマネージャーさんもニコニコT シャツもすんごいですからね SST なんでキラキラしてますからぜひぜひよろしくお願いします。ということで、すいません、だいぶオーバーしました、はい、お知らせはこんな感じでございます。アップアップガールズかっこいいの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さん、ヤッホーも、各週火曜日21時からショールームで生配信中ですのでぜひぜひご参加ください。次回の配信は11月26日だいぶ先、え1ヶ月、うん、それはそう、それはそう今日何したの1ヶ月勘違いしてた。11月26日でございます。時間の配信を見逃さないためにハートマーククリックしてお気に入り登録をよろしくお願いします。ということで皆さん明日会いましょうね。明日会いましょうね。それではお別れの時間です。以上、アップアップガールズかっこかりでした。バイバイ。おやすみだ、おやすみだ